ジュニアの子とかで、はい、まあ、フォアハンドちょっと苦手とか、はい、まあ、フォアハンドもっと良くしたいとか、まあ、いろんな意見あると思うんですけど、はいはいはい、なんかジュニアの子をフォアハンド武器にしたいってなった時に、うん、なんか練習方法とか、うん、まあ、たくさん打つってことの方が前提にあると思うんですけど、まあ、はいはい、なんかこうフォアハンド武器にしたいっていうジュニアの子がいたら何かあったんですか。まあ、練習方法っていうのはやっぱたくさんあると思うんですけど、うん、今回僕今コロナウイルスのあれで試合ができないんで、うん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 、できないんですけど、やっぱみんな試合のために練習をしているわけで、うん、やっぱ試合で何か起きたことをやっぱ練習しようとするんですよ、うん、はい、もっとこれをこうしたいと思ってやっぱ練習でこうしようとするんで、やっぱり一回試合でやってみることじゃないですかね、うん、やっぱフォアハンドを武器にしたいってことは試合でやることが武器なんで、試合で使いたいとか大事な場面でそのフォアハンドを使いたいっていうのが、うんうん、武器として使いたいってことだと思うんで、やっぱり一回思い切って自分のフォアを信じていきたいんだったら、もう大事な場面でもう緊張してもやっぱりフォアを武器として使ってみるっていうのが最初大事なことだと思います。なんかそれやっぱ試合でいくらこういいボールを打ててても試合でビビってこうなってたらそれは武器とは言えないので、やっぱり自信を持ってまあ試合中に一回こう負けてもいいから一回こうトライ、フォアハンドを武器として使ってトライをしてみるっていうのが大事かもしれないですね。なるほどですね、はい、なるほど、はい、そうですよね。やっぱり練習でやってることを試合で全くやらずに、うん、やらずに終わっちゃうっていうのはね、そうですね、それは武器じゃなくて練習のための練習になってしまうんで、やっぱり使っやってみるっていう、そこでじゃあそれでどういうミスが出たかっていうのはやっぱ練習でこう補っていくっていうのが試合で使える武器なんですね、はい、まあ、それでうまくいったら自信にもなりますしね、はい、でどんどんこうレベルアップしていくんで、そうですね、はい、その1本フォアハンドとフォアハンドっていう武器を試合で貫き通すっていうのが大事だと思います。なるほどですね。それジュニアの時から関口プロは結構そういう意識で真逆です。真逆です。もう何遍なくやって、お前は何やってるんだって、何がしたいんだって言われるタイプだったので、余計僕はそこを思うんですね。なるほどですね、はい、この1本出場を通して、プレーを試合をしていかないと結局最後大事な場面とかで何を信じていいか分からなくなってしまう。そういうところでやっぱり例えばバックハンドが上手じゃなくてもフォアハンドがすごいなったらもうそれしかないわけですよ。そうするとやっぱりそのどんな場面でも俺はフォアハンドでいくってこうやっぱり意思を持ってプレーできるので、はい、それがやっぱ武器だと思います。なるほどですね、はい、そうですね、まあ、まずやってみて、はい、結果見て、はい、っていう感じですかね、はい、あ、そうですね、わかりました、はい、じゃあ今日ここまで、はい、はい、ありがとうございます。